キャンプ第2クール初日、沖縄の暑さに負けじと熱投を見せたのは柳。3度目のブルペン入りとなったこの日、投げた球種はストレートのみ。まだ 7,8 割かなって感じなんで、まあ、100球投げたら100球同じ投げ方をできるぐらいこう徐々にまあやっていければいいかなと思います。はい、腕を振り続けることおよそ1時間、チーム最多となる131球を投げ込みました。さらにピッチング後のランニング中には、お世話になってます。いい感じや。ありがとうございます。ありがとうございます。ドデスカポーズも。今後もドデスカファミリーの柳から目が離せません。そしてもう一人ブルペンで投げていたのは去年の開幕投手小笠原。7割程度の力で投げたという昨日は投球データを計測しながら球の軌道をこまめに確認。予定していた球数は30球ほどでしたが、大幅に超える101球を投じるなど順調な調整ぶりを見せています。いや、まあ、あとは実戦が待ってるので、まあ、そこに合わせて投げるだけなのかなと思います。一方、2軍キャンプ地読谷では外野手争いをするプロ15年目、38歳大島が好調。3本の柵越えを見せるなど長打を連発します。この時期っていうのは結構僕はいつもしっかり振るっていうことがテーマなので、強いスイングをっていうのは心がけてやってます。はい、去年通算2000本安打を達成し、次は大卒社会人出身選手の最多記録通算2133本も射程圏内。そんな大島が今シーズン目指すものは、まあ、最多安打とかは、ね、取ってますけど、首位打者というのは取ったことないですし、まあ、一つの目標としてまずそれが一番ですかね、今は。はい、まずはしっかり1年、ね、試合に出してもらえるように、準備していきたいなと思います。